こんにちは。それでもいいけど。いい、平井博明です。今回、ダイモンパフォーマンススタジオさんの方に来てるんですけども、普段僕、ああだこうだ言ってますけど、実際僕の飛んでくボールを数字で表したことって多分動画で一回もないよね。うん、あ、そうだよ。打ってるのは結構。あ、やってるよね。そう。ただそれが数字として、そう、本当かよ。ね、7万円で実は100ヤードぐらいしか飛んでねえんだ。そう。あるね。そう。250、60行ってますみたいなこと言ってるけど。いや、行ってない、行ってない。うん、行ってない。最近言うんですよ。230、40かもしれないんで、実際今回はですね、ミート率だとか、どれぐらいのフェイスアングルで当たってんのかとか、トータル飛距離がどれぐらい出てんのかっていうのを数字化して取っていきたいと思います。そこで加藤さんにですね、いろいろ解析してね。そう、解析してもらいます。実際じゃあ打っていきましょう。平井博明のワンナップゴルフ。とりあえず、はい、7番ヤンでいきます。7番ヤン、はい。で、さっき言ったようにこのシールをこうやって貼ると、はい、まあ、読み取ってくれる。そう、あのヘッドスピードとかいろいろプラスアルファどこに当たったっていうのが出るんで、はい、ちょっとシール貼らせてもらいました。はい、どうですか今。髪気味ちょっと左な感じですけど、まあ言った通り、ちょっと枝まっすぐのドローですね。はい。で、一応、キャリーが166。うん。で、こう。こういうデータが出ます。ああ、なるほどね。こういうのってプロもわかんないですか、やっぱり。なんとなくしかわかんない。あの、2割、3割しかわかんない。だから何っていう感じになっちゃう。ダウンブロー。ダウンブロー、はいはいはい。2.3。はい。アイアンはダウンブローで打たないとダメって当たり前じゃないですか。うん。だからそれがちゃんとなってて。お、なるほど。7番アイアンだと大体2度から4度ぐらいの間。おろろろろ、収まってる。収まってる。いいじゃないですか。ちゃんと真ん中に当たってます。真ん中当たった。あら。ちょっとインサイドから来て、はい、さっき言ったように、当たった瞬間がクローズフェイスで、はい、球がドローしてるから、はい、ちょっとドローになってますね。うん、なるほど。なるほど。あとスピン量が出て、スピン、まあ、あとは皆さんあれ結構見るんだけど、うん、このキャリーと総距離、うん、結局ここ見ちゃダメなんでね、うん、キャリーですよね。キャリーじゃないとあのコースで使えないんで、はいはい、そこが重要なんで間違いのように来てもらいたいです。もう1球って、もう1球打ちます、はい、じゃあちょっとなんとなく今のデータを考慮した感じで、これはもう絶対違うデータ。あー、これいいと思います、うん、ドローが軽いですね。はい、ちょっと勉強しました。1球目でそう、クローズフェイスっていうのはちょっと収まって、はい、まあでもキャリー一緒ぐらいだよね。おー、ちょっとでもヒールに当たってる割にちゃんと飛んでるし、はいはいはい、ダウンブローが 0.7 ぐらい、さっきよりダウンブローが強い感じ、うん、ちょっと押してまっすぐ飛ばそうかなって意識があったのかな。そうです、っていうのが出ます。もう完全にすごいね、暴かれるね。そうもうまさにそういう感じよ、今の。まあ、距離も落ちてないし、はいはい、でそれプラス、こういうスイングを見て、お解析今。動画とか見ます動画はね、見ないね。でも、ここ最近、ちょこっとだけ見るときがあったけど、ほとんど見ない。自分のスイングはあんまり。もうちょっと、こう上げたほうがいいね。どんなに、ね、こう上げたほうがいい。でもやっぱ素晴らしいね、ちゃんといつもアマチュアの方に言う手とヘッドの位置がちゃんとほぼほぼ重なってるし、いいですか、できてますか、うん、で下ろしてる時も重なるじゃん。はいはいはい、うん、あ、じゃあまあそこそこやってそうなスイング、そこそこやって、ああ割とうまい方やってんだ。うまい方かな、ハンドファーストにちゃんと当たって。おお、いいじゃないですか、いいじゃないですか、うん、でさっき言ったように、この、こっちの画面に戻ります。もう、インパクトの時に手が全く浮いてない。ああ、ね。え、これは、0度 ?0 度ね。うお、アマチュアだと、プラス6とか上がるっすね。手が。はい、おお。いや、そうするとダメですよ。まあ、でも、たまたまかもしれないから。でもね、これまだ辛口なんですよ、そう。たまたまかもしれない。見てほしい。こういうさ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。右足が、そう、あの、うん、上がりがね、うん、こうちゃんと。いいっすよね。打つ前には上がらない。お手つきしないもんね。素晴らしいね。いいじゃないですか。さすが手打ち。うん、手打ちました。ね、うん、
いいですよ。なるほどね。ということで、参考のため保存します。あ、ありがとうございます。字で使っていいですか？どうぞ。僕のスイングデータしかないんですよ、今。いいですよ。でも僕のスイングデータとすごい似てるんで。そうだよね。はい。ちょっとそのまま、どうしましょう。ドライバー、ドライバー行きましょうか。ドライバーもね、いつも言ってるけど、本当は飛んでないのバレるから。間違いない。怖いです。235度。食いましたけど。ドローヒッターですかね。ドローヒッターです。生粋の。なんか、え、学生の時こんなドローだったっけ。なんかね、シャフトね、ちょっと長くしてからね。ちゃんと、え、何これ200キャリー266の293ですね。キャリー266、これはね、うん、機械バグったんですね。いや、これね、すごいわ。データ出て、アップチャートアッパーで当たってるし、まっすぐ当たってて、ヘッドスピードが 43.1 ミート率、やばい、1.5 ちなみに、これミート率ってあるじゃないですか、はいはいはい、これ、はい、GC クワットだと、はい、1.45 ぐらいが100点って感じるんですよ。僕 1.56 は初めて見たんです、はい、本当？で、俺もまあまあミート率良くて、1.50 は出したことあるんですよ。100で俺それ120点だなと思ってた。1.56 は見たことない。本当？嘘。ね、これ見たことない。1.5。バズりじゃなくてバグりじゃない。今ちょっと 1.56 ないよね。1.56 ないね。で、なんでかっていうと、ヘッドスピードに対して、はい、43だもんね。うん、あのまあ打ち出しがちゃんと高いし、はい、あのスピン量が少ないから、おお。その前ひろゆきが言ってたその高打ち出し角ロースピンっていうのが最高な。でもこれは打ってる球はいじれないもんね。そうね、ちゃんとして結果として。もう一球打ってみようか。本当にバグってるかもしれないからね。そう、バグってるから。そう、これバグってるだけだから。なんか俺もバグってるから確定って言うけど一番お前が見てるくせに。そう、おストレートです。あ、さっきよりドロー少ないね。そう、ちょっとね、ドローを抑えた感じ。飛ぶね。いい？プロ飛ぶね。飛ぶ？そう？ちゃんとアッパーで入ってて、うん、出た。43点ヘッドシビル2で、はい、1.52。はい。そうすると、キャリーが、また266。すごいね、安定してるね。だ、畳1畳でいいですよね、ヘアウェイは。いつも266のところに畳があれば。で、基本的にこの打ち出しが、うんうん、まあ、15度から18度がいいって言われてて、うん、で、なおスピン先すぐらいんで、うん、すごいね。これ今度逆に言ったら、うん、このヘッドスピードの43のヘッドスピードに対しては、うん、もうこれ以上伸びしろがないってこと。そうだよね、そうだよね。あ、これ飛ばないってこと？そう、これ。でもひろゆきこれさ、アマチュアゴルファーの夢としてさ、43あれば、うん、トータル飛距離290飛ばせるってこと。いや、さ、だから全然いくね。いくんだよね。いや、トータルキャリー266いくからね。ね、266キャリーってまあまあよね。いや、考えられないよ。そんなにいいんだ。いや、ある程度のバンカーはほとんど超えるよね。うん。あ、そう。だいたい230ぐらい、アマチュアのところのバンカーの、うんうん、ティーショット超えるところ。うん。だから266なの。ほとんど超えるもん。そうだよね。これなんか、クラブがあるんじゃないの？どういうデータだと思ってる？自分のドライバー、それ。ちなみに説明してよ、シャフトとか。これは、シャリクソンのヘッドで。シャリクソンのヘッドで、TP5S です。グラファイトデザインの TP5S で。で、俺多分ね、長さはね、45.25 で組んでもらってる意識だから。まあそんな感じ。ちょっとそれ見ようか。データ？うん。ちなみに、ヘッドスピード43の人が、うん、5S を使ってるアマチュアは一人もいないと思う、うん、僕43ですって知ってるお客さんが来た時、うん、見ると大体そういうお客さんは 7X 5S の人は今のところ65歳以上の人しか入れられない、うちのお客さんは。だからほぼほぼ大体ドライバーと、うちに来てもらうお客さん、ドライバーと7番アイアンとピッチングウェッジとサンドウェッジ、うん、この4本持ってきてくれればどういう傾向のクラブを使ってるかなっていうのが分かって、うん、大体のお客さんはそういうハードスペックが多いんで、うん、まあそれも知ってもらいたいって工房を作りました。ってことでちょっと一回これ見て、はいはいはい、ちょっと行ってみます。なんかあるはずなんだよ。まずじゃあ、バランス上がってみましょう。バランスはね、大体 D1 から D2 ちょっとぐらいの感じで多分で作ってるんで。
そうだね。D2、まあ D3 ぐらい。お、はい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 、はい。ちょっと重いと思ったんだよな。D3 ですね。普段からちょっと重いなと思ったんだよね。ね、俺ね、俺の中で、5S で、まず D3 っていう情報があるじゃん。うんうん、これで、俺の中では 45.25 っていうのはちょっと怪しい。長さ的に、うん、そんな短くないと思う。なるほどね。なるほどね。5S で 45.25 でこのヘッドで、もうちょっと長い可能性がある。可能性がこれ R&M ちゃんと。はいはいはい。やつね。はい。60度方のやつ。60度方のやつちゃんと。46インチより長いと、試合出たら、なんと。やばい。まあでも 45.25 だからね。そう。全然大丈夫よ。これで。ぴったり来た。ぴったり46です。どう？てねそんなはずはない。でもね、ちょっと長いと思ったんだよね。振ってて、振ってる感じね。ちょっと長いなと思ってたの。こういうやつ。本当だね。だからさっき言ったように、このシャフトで D3 っていうバランスを出すには、長さが長くないと出ないよね。なるほど。うん、D1 とか D0 近くになっちゃう。そう。さっきの長さ。そう。だから飛ぶのかなっていうのは出てきたね。長くて、バランスもそこそこ D3 で、うん、悪いバランスじゃなくて、5S でちょっと柔らかめ。これノーチップカット？ノーチップカット。すごいね。プロゴルファーだよ。全然、だって俺、それで柔らかいと思ったことはない。でしょ？ない。だいたい、うちに来るお客さんは、46インチの D5 から D6 です。マンパワーじゃない？これね、クラブ売った状態でそうなの。え、あ、そうなの？そう。だから、うん、ハードスペックだから、だし長いし、今、ローリー・マキロイが44インチのドライバー使ってんの。で、そういう説明をしながら、うん、一般の人に対しては、まあ、長くても 45.5。だってさ、したらマキロイと俺でさ、こんだけ長さ違うってことでしょうよ。2インチ近く。こんだけって言ったらやばいよね。やばい。だけど、マキロイはミート率を求めてて、はい、はい、はい。で、短くなった分、もともと 45.75 と 45.5 を使ってたんだけど、その分短くなった分、シャフトが硬くなるから、シャフトもちょっと柔らかめに入れてる。おー、なるほど、ね。6TX だったら 6X にしたのかな？はい、はいはいはい。そういうふうにしたらしくて、まあそういうふうにミート率上げるために短くしてるんだけど、マキロイムが44インチの一般の人が46の D5 って、触れないよね。もう振り切れないでしょ？遅れるじゃん。遅れるからアウトから来るじゃん。スライスしたり、そのまま捕まることあるじゃん。もうだからもう、45.5 の D2 以下、アマチュアの人。それベストだよね。絶対ベスト。だって、嫌いのヘッドスピードが43で、それだからね。でも、俺、ちょっとヘッド重く感じてて、シャフトも長く感じてたんだけど、でも、その今のスピードとかパワーにしては合ってるでしょ。合ってる。ね、合ってるっていうか、うん、俺、ちなみに43だったら、うん、ちょっとここ、もうちょっと俺だったら、6S にする。ああ、はい、はいはい。で、ちなみに皆さん分かってないかもしれないですけど、うん、これ振動数一回測ってみましょうか。うん、ああ、そう。何振動数って？振動数ってあのね、硬さをね、数字で見てくる。そうなんだ。うん。いい機械持ってますね。すいません。平井くん力パクってきました。そうなの？そうよ。メイドイン平井家です。そう。こんな持つの？そう。メイドイン平井家。意味あんの持ってて。これもメイドイン。ね、前の。これも。あ、それも。ソケット入れるケースもメイドイン。え、そうなの？そうです。なんなの？釣りの動線道具入れたんでしょ？いや、ちょうどね、ソケット入って。鉛とか。そう。重りとか。そう。そう、こういうのあったんですよ。あ、そうなんだ。そうやってビュンビュンするんだね。確かに。柔らかめっすね。柔らかめ、うん、え、一般的に 50g の S って言ったら250ぐらい。250ちょっと。そうだね。まあ、長い分。あ、なるほどね。柔らかくは出てるけど、まあ 45.5 だったら250ぐらいで、うん、まあ、それなりのちゃんと数字は出てるね。うん、248っていう。まあ、そうぐらいの数字は出てる。そう。で、これが、うん、早く触れれば早く触れるほど硬いってこと。はいはいはい。ゆっくりだったら柔らかいってこと。なるほどね。で、この数字が、例えば248で出てるけど、うん、258って出るっていう場合は、うん、これ 5S だけど、5X だと258が出ると思う。あ、だいたい10、うん、10プラスになると硬くなる。10柔らかくなると、あの、うん、ワンフレックス落ちると。そんな。へぇー。うん。
石川遼プロ、2009年に賞金王になった時は振動数300はやばいでしょ。そうだよね。ってことは硬い。硬い。ああ。あの時代ってまだクラブ長くしようってみんな意識なくて、うん、44.75 でもちょっと長いんじゃないかな。そうだね。言われてたよね。44.5 ぐらいで、うん、もうシャフトももう本当に硬いの入れてたから、300。そういう、まあ、差があります。はい、はいはいはい。でもこれ柔らかくないんだ。全然柔らかい。あれかもね、TP5S だからかもしれないね。なるほど。で、さっき違うシャフトだったら、そう。ちなみにさっき僕だったら 6S を入れたいなって言いましたけど、うん、5S と 6S って6、同じ S だけど 6S の方が硬いです。ああ、なるほどね。7S は、5S、6S、7S だったら 7S が同じ S の中でも硬いです、うん。はいはい。みんな一緒だと思わない。うん。っていう風に思ってもらって。なるほど。だからちょっと僕だからもうちょっと硬くてもいいかなって思っちゃうけど。うん。まあそんな形で思ったよりは。うん、じゃあいいデータっていうことだね。いいデータ。素晴らしい。逆に言ったら伸びしろがないってこと。うんうんうん。うん、でも、さ、キャリーが266でさ、トータル飛距離が290近かったらさ、うん、もう別に今のヘッドスピードだったら満足よね。いや、全然。全然いいよね。ちなみに自分のドライバーのキャリーって、うん、これで、だいたい245から250って思ってた。嘘でしょ？ほんとほんとほんと。実際それぐらいだなってずっと思ってた。え、それさ、コース行ってさ、じゃあレーザーでティーショットでさ、250のバンカーって言ったら、超えるか超えないかなと思ってたと思う。うん。いや、超えると思っていいよ。俺多分ね、ちょっとね、いい子ちゃんしてるかもしんないんだよね。え、振ってるってこと？そう、ちょっとね、データ上ね。コースのスイングするってこと？うん、ちょっと、うん、コースのスイングをイメージして打ってみる。お、いいね。ちょっとフェード曲げない感じでいくからね。そう。これが多分コースに極力近いと思う。あー、でも255ぐらいだね。キャリー、ちょっと待って。お、じゃあいいね。253。いいね。ちゃんとアップが入って、ヘッドスピードが 42.7 だから、まあ 0.5 落ちるぐらいって感じで。あー。まあキャリー2、でもこんだけ飛ぶからね。十分だね。キャリー250だったら全然いいと思ってるから。いや、これすごいよ、参考なの。だって俺42で、ヘッドスピード 42. ちょっとだけど、俺ここまでキャリーしないよ。あ、そう。もう、1も違わない。ずっとミュート率 1.5 超えてんだね。いや、もうやばいよ。130点ぐらいをずっと連発してるってことでしょ。いいね。さっきより飛ばない理由は、ヘッドスピード 0.5 しか変わんないのに、キャリーが13ヤード違うっていうのは、やっぱ1個、フェード系なんで、はい、さっきのスピンが400回転ぐらい多くなる。入っちゃう。なるほど。なおかつ、打ち出しがさっきより1.2度ぐらい低い。低い。ああ。そうするとやっぱ、すでにキャリーが、1度高くなるだけで10ヤード伸びると思ってるんで、僕はキャリー。うん、いや、ちょうどぐらいだ。じゃあ、計算で。今のじゃあ、スピードで、ちょっとさっきのスピン量と、いいや、とりあえず見てて。多いな。これドローだね。うん。これはね、その他をちょっとさっきのに近づけてスピードだけ落としたっていうイメージ。42.5。うん。ヘッドスピードが。まあ、で42前半だね。さっき40始まったけど。もうスピンは。スピンがこれで、まあ打ち出しがちょっと低くて、うん、でも傾向的にはちょっとドロー系で打つと。うん、打ち出しは低くなるんですね。ああ、なるほど、ね、はい。まあでも、安定はしてるね。2.55 だから、ね。ミート率すごいもん。だって、上がっちゃうんだよね。これないよ、ね、どうしても。いつか本当連発だとか、あれなんだね。本当に当たんだね。ちょっと、うまいな、もしかして結構。いや、ちょっとやってただけ。ちょっとやってただけ。ちょっと最後、うん、いや、これは、YouTube で、ちょっとうまいアピールしていいわ。本当にいいこれ、ちゃんと。公認出た。もうちょっとしていい。本当マジで。なんか、俺も YouTube 見てたけど、本当に、こんだけ飛んでんのかなとか。なるほど、なるほど。何がゼロに戻ってとか、言ってんだ、この人。言っていい。結果も出さねえでって。あ、これ結果だよね。出てる。それは言っていいわ。ヘッドスピード42で、キャリー250行くことは可能ですってことだよね。可能だけど、いや、これは相当すごい。なかなかない。ない。公認だ。
いや、効率いいどころか、ミート率、このミート率はマジで、普通のシード選手でも多分無理だと思う。嘘？なんか期待させちゃうようなこと言うのもあれだけど、ちょっとじゃあ、ちょっと頑張ってみていい？振りちぎってみる？あの、常識の範囲内で。常識の範囲内。これで打ち出し上がったじゃん。あ、意外とそんなもんね、結果は。あ、でもいいじゃん、いいじゃん。いや、見よう。43.5? うん、1ぐらい上がってる。で、打ち出しがね、さっきより17.5上がるじゃん。うん。で、スピンがさっき2300上がるじゃん。下がる。キャリーが200、キャリーが3ヤード伸びてんじゃん。すごいね。なんかミート率下がってないからね。間違いない。でもなんか俺思ったのが、うん、柔らかいシャフトって、うん、結構しっかり振っても、うん、スピン減ってくれるなっていう。そう、全然。あの、だからもう、めくれ玉っていうのが絶対出ないから俺こういうのに落とせる、簡単に。これで、そう、シャフトが軽いとか柔らかいとか言って、めくれると落とせないじゃない、うん、怖いから。それが出ないからいいんだよね。軽くて柔らかくて。もっと R のシャフトとかないの、ここには。この度、ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってる？あれ？っていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。